マンサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。将来の夢は何ですか？ゲームの YouTuber です。好きな YouTuber はいますか？ピカキンです。どんな YouTuber になりたいですか？元気な YouTuber になりたいです。ハワイ旅行へ行くことです。マウイ島、ハワイ島、オアフ島は行ったので、あとカウアイ島に行ってみたいと思います。ハワイの魅力は何でしょうか？やっぱり開放的になれるところと、面白い植物とかそういうのがあるところですかね。グランドキャニオンみたいな山があったりとか、そういうのをちょっと見てみたいなと思います。じゃあいつ頃行ってみたいなという？多分現実的な話をすると10年後ぐらいかなと私の夢はカフェを開くことです。それはどうして？スイーツが好きだから。どんなスイーツを出したいのかな？ケーキとかそういうおしゃれなもの。じゃあ、妹さんに作ってあげたいスイーツは何ですか？チョコレートケーキ。宝くじが当たったらどうしたいですか？大きいお家を買いたいです。2年前にお家を建てたんですけど、なんかもうちょっとかっこいいお家がいいなと思ったので2年前からです。船で世界一周したいです。コロナ禍で海外に行けないので、パーッと行きたいなと思います。大学生の時にスペインに行ってたので、みんなを連れて行ってあげたいなって思います。ディズニーランドに行きたいです。キャラクターは何が好きかな？ミッキーとミニー。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ21東館2階のアバディーンです。イチオシはブルーの流しそうめんコンパクト、2名利用に最適なサイズ感で、食卓でも場所を取らないので他のお料理も一緒に並べられます。また軽量で持ち運びしやすいため、アウトドアでも手軽に流しそうめんを楽しめます。次回の収録は6月25日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。